R391 は日産がルマン24時間レース参戦用に開発したスポーツカー。クローゼドカーであった先代の R390 とは異なりオープンカーである。シャシーは G ホースと日産の共同開発。エンジンは VRH50A を搭載している。1999年のルマン24時間にニスモから2台が参戦したものの1台は 予選中にテルトルルージュでクラッシュ大破してしまい決勝を断念。もう一台はレース前半にエンジントラブルでリタイアという結果に終わったが、同年のルマン富士 1000km ではトヨタ GT1TS020 を破り優勝を果たす。翌2000年もニスモの手によるルマン参戦が計画されていたが、日産本社の経営不振を理由に参戦は取りやめとなり、 以後15年間ルマンへの参戦は行われなかった。搭載されているエンジンは VRH-50A であるが、このエンジンは VRH-35Z をベースにしたものではなく、インフィニティ Q-45 に搭載されていたエンジンをベースにし、レースにおいて耐えうる構造へと再設計を施して生まれた。またこのエンジンをベースにし、インディレーシングリーグ、R 向けエンジンの VRH-35A を、 製造した、ありがとうございます。